模型航空機模型航空機用のバルサ材バルサ材で作った模型航空機の骨組み模型航空機用のバルサ材では模型航空機に使われるバルサ材について記述する。実物の航空機、建築、映画セット、浮きなどに利用されるバルサ材は外形によって寸法や形が定められる充填材、成型材であるが模型航空機用のバルサ材は 構造材として使用され、曲げ引っ張り、圧縮、ずれなどの負担する荷重に応じた強度によって、寸法や形を決定される。バルサ材は、軽くて柔らかい性質を生かした、充填材、成型材として、建築、航空機、映画などに使われていたが、1920年代末に、模型飛行機の構造材に応用したところ、非常に好的であった。 以来、模型航空機をはじめとする小型の構造物の骨組みに利用されるようになった。航空機の構造は、軽量で丈夫にするために、薄板と細い棒材の組み合わせになる。それに対応するために、模型航空機用バルサ材は、定着の薄板の形で市販されている。その他のバルサ材は、荷重を負担させず、強度を必要とせず、ブロック状で販売、使用される。 市販防材もあるが、板材を割って自作する場合が多い。航空機の構造材は、軽量で丈夫であることが要求される。模型機を製作するバルサ材のユーザーは、密度別に細かく分類し、場所や用途に応じて選別して使い分ける。この使い分けによって、バルサ材だけで模型機全体を製作することができる。バルサ以外の木を使う場合は、 何種類かを組み合わせなければならない。一種類の木材で機体全体を作成できれば材料調達と工作が勘弁になるが、それには蒸気の分類と選別が前提となり、その技法が精密に発達した。このようなシステムを持つことも模型航空用バルサ材の特徴である。木材の強度は概ね密度に比例する。同じ強度を持たせるために軽いバルサは、 太い材料を使うが小さな構造物ではその方が扱いやすく太さの微調整も容易である太く軽い材料ほど接合面が大きいので接着力が強い製材や切削にあたっては柔らかいのでカミソリの刃やカッターのような小さな刃物でも大きな部品が加工できるこのような利点が揃ったために模型機の材料に バルサ革命と呼ばれるほど急激に普及し、それに合わせて工作道具や接着剤まで一新した。特性の測定と選別や加工の技法についても同様である。バルサ剤は原木が生えていた場所や成長時に経過した年月の気候の条件で密度、強度のばらつきが生じ、市販材1枚の場所ごとにも品質が変動する。したがって、 切断して加工する場合、どの板の、どの部分を、どの部品に使うか、あらかじめ選別する必要がある。品質のばらつきは、欠点ではあるが、選別をすることによって、例えば軽い材質と重い材質のものを、適材適所に使い分けることができる。つまり、模型航空機におけるバルサ材は一材で、広い用途をカバーできる汎用材である。バルサ材は、 模型店や DIY 店で一定寸法の板材として販売されている。最初の販売国がヤードポンド法のアメリカ合衆国やイギリスであったので輸入品は長さ3フィート幅3インチが基準で厚さも1、32インチ、1、16インチなどインチの分割単位である。日本ではメートル法単位で製材されているが蒸気に近い寸法である。 バルサ材は同じ種類でも重く強いものから軽く弱いものまで様々あり、その差は3倍に達する。したがって一種材を使い分けるように用途によって比重を選択する。そのために商品に密度の表示がある場合もある。蒸気の理由でヤードポンド法が基準である。次の区分に分けられ模型機の機種や部分別に区分骨象、または 密度数値によって使う材料が指定される。各種のバルサの強度は、おおむね密度に比例している。つまり、重量あたりの強度数値は、あまり差がない。スプルースなどの普通の木材と比較しても同様である。特に重量あたりの合成では、密度14ポンド、立方フィートのハードバルサ材は、高気類より30%も強く、より軽い材質のバルサも、 後期を上回っている。密度11ポンド、立方フィートセンチメートルのメディアムバルサバルサ材は、加工が容易であり、専門工具を必要としない。バルサが導入されてからは、従前の硬い木材用の大掛かりな、大工道具は姿を消した。硬いはリみそりやり出し式カッターナイフのような、小さくて、鋭い刃物で大部分の加工ができる。そのため、 レザーブレードカーペントリーという別名がある。現在は、能率や仕上がりを向上させるためには、特殊な刃先形状の専門ナイフ、彫刻刀、切り出し、月の実などが使われる。仕上げにはサンドペーパーが使われる。板材より、角材や平面材を切り出す時には、カッティングボードが必要で、まな板のような、平らな木の板が多く使われる。 ガラス板の上で切ると、刃先が食い込まないので、形が崩れない。バルサ剤は、スポンジのように多孔質で、液状の接着剤は、吸い込んでしまい、接着面の接着剤が足りなくなる傾向がある。そのため、両方の部品の接着面に接着剤を塗り、離した状態で生乾きにして、接着剤を十分に中に染み込ませる。それから、 もう一度接着面の両面に接着剤を塗り、本式に接着する。二回接着剤をつけるので、ダブルセメンティング、二重接着法と呼ぶ。バルサの密度は、ヒノキなどの硬い木に比べると約1、4で、同じ強度の角材の太さは4倍になる。接着面も4倍になり、それだけ接着力が強い。棒材を長くつなぐ場合、接着面を増やすために、 両材の端を斜めに削って接合するが、鉱木材では1、10くらいの非常に緩やかな傾斜にしなければならない。バルサ材の接着面は4倍になるから、端を斜めに削る角度を急にすることができて、工作は楽になる。また、高規格材を T 字型につなぐ場合、接着力が不足するので後天内側に三角形の補強材を貼り付けるが、 バルサ材ならば省略できる。板めの薄いバルサイタは、そのまま、あるいは水、湯、蒸気などを使って、曲げることができる。曲げたバルサイタは、翼の前縁部の上面に多く使用され、リブ材で補強された一時局面になるので曲げ強度が、大きく、空力上も重要な部分を正確に作れる。室内機では、非常に薄いバルサイタを、 円あるいは累積型断面のパイプに加工して胴体に使う。忠実の胴体に比べるとはるかに軽い。野外用の大型機の場合は、一枚の板を単純に丸めただけでは強度が保たないので、互いに逆方向に、螺旋状に巻いた二層のパイプを胴体に使う。ダブルスパイラル構造のといい、金属パイプなどをジグに使用して曲げ加工を行う。 プロペラブレードも、ブレード仮面に合わせたお姿に、バルサウス板を仕当てて、虫曲げする方法で作る。ありがとうございます。